はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、また B セットをね、組み込んだデッキを作ってきたんですが、今回はですね、B セットかぐやというデッキを作ってきました。あの B セットって手札誘発にもなっていて、でさらに展開にもなってるっていうのは、まあ何回も言ってる通りなんですけども、これ要するに相手の妨害もこなしていただけるということなんですね。で、さらにこいつが全部レベル6なんですよ。で、レベル6ってとても強くて、レベル的にレベル2の特殊召喚するチューナーとかと合わせるとレベル8のシンクロとか、あとレベル8 のモンスターとね、レベルのチューナーと10シンクロまでもいけるから、これかなりね、相性がいいんです。2チューナーと、まあ、やっぱりカオスルーラーが強いですからね。今回は高校でまくっていくようにデッキ組んであります。B セットおー、かぐやっていうデッキは、まあ、かぐやグッドスタッフみたいなデッキあるじゃないですか。あれの中に、まあ、B セット入れたみたいなイメージですね。はい。高校を取っていく構築にしてるんで、今回は B ステッドの、ルベリオン、一切入れてません。なんでかっていうと、高校でつかないからです。あれ、引いても、あれ即座に打つ顔じゃないじゃないですか。だからもう、ルベリオンなしでね、今回はもう完全に B ステッドのみ入れてます。はい。まあ、全部で誘発ですから、まあ、これ、B ステッドも一応誘発と、いう風に換算すると、この時かなり誘発の枚数多くてですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17枚の誘発が、入っていて、まあ、光闇じゃなかったら刺さんないけどね、B セットは入っていて、で、高校まくりカード、例えば未開域とか、まあ、あと、刺繍アルファとか、それから、まあ、フルードサージみたいなカードも入ってるんで、結構ね、高校からはまあ、ある程度まくっていけるような感じに、してきました。はい。動かし方は、まあ、とりあえずなんか相手の盤面を返していくためにカードを使っていく順番を考えればいいので、まあ、それがちょっと難しいかなとは思うんですけど、高校を取って勝てる、まあかなり強めの高校デッキになってるかなと思うんで、高校デッキ好きな方というか、かぐやとか組んでた方はぜひね、使ってみてください。まあ、そこそこ強かったです、やってる感じ。はい。で、あと、中な、アサルトシギノとかね、加減のサルンガとかが追加されてるんで、やっぱ、二中段がめっちゃ強くなってるんでね、はい。この辺もちょっと、うまいことね、使って、この辺につなげていっていければいいかなと思ってます。はい。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、なんもないか。手数でね、意外とゴリ押していけることはあるんですけどね、やっぱりね、このね、あ、カルデシアの OK。この環境でね、やっぱ自ら高校を取るというね、まあ行為がね、いかに愚かな行為なのかっていうのね、やっぱね、日々実感はしている。ああ。じゃあ、やっぱね、宣告強すぎるんだよね。やっぱ何も誘発がないと、ちょっとなかなか分かりきれないこと結構多いんですけど、まあ言うても2回って2種いるし、まあ石化もあるし、まあそこそこ強そうではあるけどね、このハンド的には。結局なんかね、先行で、まあ、要は理論上先行でなんか、ごぼうが敷かれたら、どんだけ強くてもハンド無理ですもんね。とりあえず、グランギニョルで、アルビオンを送っていく。なるほど。あー、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。いいでしょう。楽園融合が、あれか引けてないシステムだな。楽園融合引けてないシステムは、まあ、言うて、まあ、なんかそんなに強そうな場面なんだけど、楽園の獣ぐらいだろ、妨害、あ、いや、ルベリオンね、オッケー、ルベリオン出てくる、了解。ルベリオン効果、今楽園の獣だろ、あ、副楽園か、なるほど。あ、じゃあ持ってんのかな、持ってそうであるね。あー、あれなんか獣くせえな。で、アルビオンの、あ、何強引に楽園融合落ちてきたか、やるじゃねえか。なるほど、アルビオンの効果も起動されんのか。いや強えな、でも言うて強かったわ、まあ、ごめん。楽園融合打たれなくてもまあ、つか2枚になるから、純正限になるから楽園融合が、まあ打ちにくくはなるけどね、まあ、普通にアラコンダが生きてるから、まあ2体になるとこうなるか、当たり前だけど。はい、了解しました。で、もしもセットある。まあこのくらいであれば意外と突破はできそうだけどね。帰ってくるのか、OK。帰ってくる。了解しました。
多分獣で、福楽園やるから、まあ、サロニールかなんか持ってきて、でアルビオンでなんかセットされるか。オッケー。なんだろうなこれ、追放が妨害にならないから断罪とかですかね。セットされるにしても、あ、追放なんだ。デスピア、あ、レベル8の以上の融合モンスターも育てできるもんな。メラジェードやられたら一応あれか、なんとかするかみたいな。バルドレイク来た。まあ、とりあえずセッカですね。売らない方もこれは通ると思う。とりあえず2枚ドローしてから考えよう。カードは7枚。楽園の獣、はい、いいでしょう。福楽園の蘇生するモンスターも一応なんか除外できたりはするんだけど、めっちゃかぶったやん、めちゃくちゃかぶったやん。それはちょっとバルドレッカー出すか。福楽院対象先を、ぶっ殺せばいい説はあるんだけど、じゃあグランギョルも打ってほしいな。あった、あれか、追放の蘇生先グランギョルもいんのか、めんどくせえな。まあいいや。これ除外して特殊召喚すれば福楽院で蘇生できる B セットはおらん。あ、まあワンドロー入るか、はい、了解。まあ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 、まあ、ワンドローくらい許しましょう。てかこんだけあるんでね、めっちゃカードかぶってますけどね。もうちょっとドレスの人もいいよ。もうこれは2回のサンダーバード発動、当たらない、当たらない状態の方が、あー、フルドサージュいってしまった、ドサージュがいってしまった、非常に厳しい。あー悪くない。いや、ミラージェイドは2枚入ってでない構築がありえるぞ。ミラージェイドはこれみんな2枚入ってない可能性か、これカーギアで戻せんじゃないこれ。なるほど、まあ、それは、まあ、どうでもいいや。うち一旦さ、これ打つしかないよね。でフェアリーテイルカーギアの効果発動、ミラージェイド君をもし入ってなかったら戻していただきたい。デッキにリゾルブどうする、いるの、うわいるんだ、いるんだ、いや、いや偉いな、なるほど。いや、まあ、僕もちなみに回し方下手くそなんで、ミラージェイドは2枚入れたい派ですね。どっちかっていうと、どっちかというとね。結構ね、リソース管理が上手い人はね、1枚でもいけると思う。なんか俺とかは、リソース管理めっちゃ下手だから、あの、2枚欲しいタイプなんですけどね、ミラージェイド君。トルベリオンさん。さあ、未回帰運気でババ抜きを成功していく。ババ抜き成功いられー死ぬほどいらねえ、死ぬほどいらねえんだけど、逃げビッグッと。さあババ抜き成功ババ抜きには結構成功してる。はい、あ、一応いらないか、来た。ちょっとさあこれ、いや、難しいですね。あ、追放か、まあ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 、あるよね、追放ありっすよね、あるっすよね、追放あるっすよね。で、まあ、多分スタペリアかなんかなのかな、これか、スターブとかもありえるか。いや、これ追放のためのグランギニョルを消しとくべきだった説はあるか。あ、ドルイド来た、なるほど、ドルイディングブルム来た。あ、まあ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 、スタペリアね、はい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 、オッケーです。あー、なるほど。なんか、あ、違う、バルドレイク効果使えるじゃん、神か、バルドレイク効果発動、カグヤリリースしてフィールドのモンスター1体を除外したい。これ今あれじゃないか、バルドレイクを、あ、まあレベル値下げられるからあんまり見ないか。でもまあ一応使った、一応使いました。 OK です。そしたら獅子王アルファ特殊召喚しましょう。ほい、こんにちは。効果発動ですね、効果発動。これ戻せんの、これ、いや、紙やばい、あまりにもシナジー、未開家のサンダーバードを戻せるとかいう神系が起きた。やったぜつえなんて強さだ。で、除外するのこれどっちだろうな、ちょ、わかんねえ、こっちか、除外する。で、アルビオンゲーミングから除外することによって、あー、断罪やりやがれ。これで特殊召喚系の効果無効にして破壊されてしまう。で、ドルイドブルムが完全に無効化されていく。よし、こっからだな、あとは。
これもう妨害ねえな。つまりもう妨害はない。こっからよ頼む。なんか奇跡起きろ。よし、とりあえず出る。とりあえず未回帰のサンダーバード出る。おいあれこれいった、これなんかいったくせえな。あれ俺まだ村雲使ってないですもんね。サロニール効果発動で相手のカードを根こそぎ除外していく。なんでもうざいけど、まあ、普通にアルビオンでいい。あ、ルビリオンでいいか。ルビリオン除外した。ルビリオン除外して、はいはい、ほんでバトルフェーズ入る。2500、おいオッケー。なんかまくれた。やっぱババ抜きに成功してるとこの敵は強いですね。最強。あーまあ常時来てるし、せっか来てるので、まあ高校のハンドとしては非常に9大点というか、まあ強いかなと思いますね。絶海の回れか。なるほど。常時の打つタイミングがちょっと難しいっすね。ちょっと一応2枚ぐらいドローしたいんで、ちょっとキトガロスに合わせることにします。でちょっとチェーンを隠しましょう。これ皆さん、ちなみにチェーンのなんか方法どういうあれ確認します？ボタンなんか右クリック長押しでオフになるみたいなね、モード意外と使いやすくてちょっとおすすめではあります。私は今なんか右クリックをずっと押してるんですけど、右クリックをずっと押してるとオフになるみたいなね、モードになってて、でまあ離すとすぐオンになる、あオートになるみたいな。で左クリックを長押しするとなんかずっとオンになるみたいな、そういうやつがあるんですけど、これ結構強いんでね、おすすめですね。非常にチェーンを隠しやすいという。で、まあ、それが発動されて、それはいいです。で、キトカラス効果、ここにチェーンして、増殖する字打つと。で、ここまで一応、ガメたんですけど、ここで、普通に占って言われる可能性はない。OK! 来た！よし！ティアラメンツはね、ここで通してくれれば、意外と2枚ぐらいはドローできるんで。1枚、あ、弱え！ゴキブリ来てのやめろ。でレイノハート効果でキトカラス効果と、で5枚墓地送りと1枚墓地壊しが入って、でさらに3枚墓地壊せる。だからまあ8、9枚墓地に落とされるということが確定し、あまりにもやばいことが起きている。あ、でもなんかそんな強くねえなそんな落ち強くねえな。ハートベイズでトラップカードが落ちてないですね。落ちてないか回収できない俺。そんな強くねえな。まあでもね、サリークがね、なんか1枚にね、なるらしいんでね、まあこの人がちょっとリミット持ってるとか知らんけど、守ってるとしたらかなりね、構えにくくなってると思うね。で、しかも落ちづらくなってると思う。この8枚ぐらい落ちてもサリークが墓地落ちないとかはありえるね、全然。あ、OK。ルルカロス、特殊召喚無効ですね。まあ、それがあって、まあとりあえず、伏せ感2枚あると。で、まあとりあえず石化の光を発動。で、カード2枚ドロー。こんぐらいの盤面だったら返せないと、ちょっと高校デッキとしては、あ、強っ。刺繍アルファめっちゃ来た。とりあえず刺繍アルファ特殊召喚するか。いや、するでしょう。これ先出して、はいはい。でちょっとルルカロス戻したいんだけど、あ、それあんのか。まあそれは裏で止めるわ。はい、スクリームでね、また融合モンスターが追加されるとか地獄なんで、まあ、そこ止めまして、でルルカロスを戻したいんですよ僕は。ちょっともう1匹出せるか、もう1匹出すか2枚戻しちまえばもうあの癖カードそんな怖くねえだろ。多分無限紅葉とかだと思うんだよね、あれ癖カード。なんかサリーク無限法要とかだと思うんで、これ打ったらさすがに止めてくるでしょ。無限法要とか打ってくるでしょ。ああ、オッケー。で、かぐやでルルカロス多分戻せるから、1枚、2枚入れてるやついないから、ルルカロス多分。ルルカロスの2枚入れてるやつは やばいかいないから、多分ね。多分これで、それ戻せるんだよな。おそらく。セッカある。で、1回、かぐや出す。はい、で効果発動ですね。
影矢の効果を発動。サーチ。やるな。あ、クライムか。なるほど。これでサリーク1枚でもしかしたら回してるかもしれないな。十分強いけどな。で、ハウフに怒られるの。いや、強すぎだろ。まあ、一応増殖するし。バリ強くて草。非常に鬱陶しいですが、まあ、言うてたらこれ、獅子王アルファでぶん殴ればいいんですよ。最悪ね。だからね、それはね、めっちゃ強いんで、カレイドハートとか、出てくるのかな、これ。カレイドハート出てきて、まあ、一応、一匹戻されるとかはあるかもしれないですね。うん、それがめんどくさいかな、一番。まあ、ただ、カレイドハートは今、照英出せるし、で、照英から、村雲で行くと除外できるんで、ルルカロス使ってるのかもね、まだ。ルルカロスちゃん使ってるんや、効果。やばすぎ。まあ、いいや。なんか、なんとかできるわ、多分、このハンドだったら。タコだな、これ。タコだな、オッケー。タコ来た。タコ。このタコ強すぎなんだよ。このタコ強すぎなんだよ、マジで。まあ、もう一回出てくるんですけどね。一生出てくるんですけどね。アルファ君は。とりあえずちょっと一回、ドローしてなんか、解決数が引かねえかな。はい。はっ。逆に弱くなったわ。で、獅子王アルファ。さあ、無限アルファ地獄。これ一回バトルだな。多分特殊召喚無効にされるんですよね、ルルカロスで。でそれめんどくさいんで、多分ね、これね、一回ね、ぶん殴ってよくて、ここを。相打ち取れるんで、まあ、それはそれでいいわ。これでいいわ。こうして、で、まあ、これ殴るじゃないですか。OK。で、メイン2入る。でですね、アサルティングシンクロンの効果と、で、特殊。はい。で、照英。こうよ。こう。いや、これリソースだいぶ削ったから、これでいけるだろう。で、照英、特殊召喚。で、村雲効果。除外して、特殊召喚。効果、発動。で、カレイドハート。いや、これ、スクリームもだるいね、これ。スクリームもだるい。何を除外するか意外と難しい。いや、破壊したり、墓地送ったらあかんの、やばいんだよな、このデッキ。これ、カレイドハート、ほっとくせざるな。これ、マジで、カレイドハート、ほっとくせざる。これでしょ。いや、スクリームだ。ここだ。タコ負けだったら、多分何もできないと思う。多分。60もしかない。まあ、これエンドだな。いや、まあ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 、しょうがないか。これはしょうがないね。これはしょうがない。ビッググッドがなー、ちょっとあんま強くないんですよね。で、愚かな埋葬か。なるほど。愚かな埋葬食って、またキトカロスが出てくるのか。ケルメク。やば、暴発だ。いや、ちょっと暴発やばい。普通に。暴発は普通にやばい。あーでもそんな強くねえな。そんな強くねえ、やっぱり。いや、これやっぱ暴発でさ、サリークが落ちる確率減ってる説あるよね、結構。で、サリークを、1枚セットしてくる。で、メインフェーズ終了前。で、サリークで一応、相手の効果無効にしながらタコ墓地送ってタコ効果出てくるから、では、これ何もしないで殴ってもよくね、これ。これ何もしないで殴ってもよくね、やっぱこれ。いや、これ何もしないで殴るの正解でしょ、これ、絶対。これこう。こうだわ。で、こう。まあ、サリーク使うよね。で、サリーク効果。で、まあ、カレイド墓地送って。はい、どうぞ。で、効果。いや、これなんでビーステッド引いてないんだ俺。ビーステッドとかいうカード引いてないからなんかわけわかんないと思ってるわ。で、それでカレードハート出てくる。はい。で、ハーフに送る。了解しました。
で、カレード効果戻される。で、ハーフにしても出て効果発動してなんかまた出てくる。いやー今ドサーチで破壊してなかったのかな。でも破壊したところで結局ね、チェーンされんだよね。あんま関係ないから、これはこれ多分ね、これでいい。結局ね、何やったところでチェーンされんだ。はい。で、キトカロスいいでしょう。さあ、で、翔英が無力と化してしまいましたが、まあ、ここから相手の妨害はまあ言うてないので、まあ、ルルカロスは出ないから、これ多分出るとしたらスタペリアなんですよね。でスタペリアが2700、 OK、 了解。でこれはぶん殴れる。で効果、あ、レベルを1にして効果を無効にしてくれる。まあ、まあ関係ない。まあ元々無効だっていうかね。でメインズ入る。であいつ効果1回戻ってきてからここで破壊すればいいんだな。でフルルートサーチ効果発動、ショウエイとカレードハートを破壊して、これでもう、タコ持ってこれないね。タコ持ってこれない。 OK、 時間ないよ。これ、わかった。これエフェクトベーラー。召喚。で、ここでダルク。こことこう。こう。で、こうか。カレイド。お前の強そうなタッグは俺がいただいた。そして、効果発動！行け、カレイドハート！お前のパワー見せろ！戻れー！よっしゃー！おっしゃれボケが、俺がてめえがさっきほどまで使ってたこの最強モンスターカレードハートパワーだよ。カレードハート強、カレードハート強すぎる。やはりこのタコは抜群に強えぜ。相手のモンバニルと厄介だが、自分のバニルとこんなに楽しいことはない。よし、エフェクトベーラーが来た。カレードハートレベル9なんだけど、これ強すぎなんだけど、カレードハートレベル9なの、マジ。いいんすか、いいんすか、ちょっといただきますね。そこそこの犯罪ムーブしてるけど、36000、7000、これこっちやね、ちょっと足りないね、こっちやないと。はい。カレードハート強すぎる。お前が悪いんだぜ。てめえは俺を怒らせた。対戦ありがとうございました。ビーステッドドルイドブルム君は来ている。ビーステッドとね、やっぱそのアサルトシンクロンとかサルンガの相性がめちゃくちゃいいんでね。あー、これめっちゃ強いっすね。やっぱ特殊召喚できる2チューナーってね、非常にね、優秀です。レベルも操作しやすいし。ガジェット張り化粧か。何すんだろうな、ちょっとわかんねえな、これ。ガジェットゲーマーとかいうガチヤバモンスター爆弾してるけど。いや、最近よく当たるんですよね、この地獄みたいなデッキ。やっぱさ、このテレホンとかいうモンスター、これおかしいだろ、これ考えたやつマジで消火器でぶん殴られればいいのに。無限に心境召喚してるけど大丈夫あなた。デッキ切れるのでは。やばいことしてるけど。じゃあそもそもさ、なんか御用ガーディアンとか、なんか謎のモンスターらしいけど、御用デッキってこと？牛尾さんじゃん。何がしたいのか全然わかんない。クソ投げ。あとターンが御用ガーディアンまた出てきた。意味がわかんないぜ。は？は？